うまいもん TV。 こんにちは、そんまんです。こんにちは、田中です。今日はですね、ちょっとすごいコーヒーを飲もうかなということで、こちらお邪魔してるんですけれども、これドラコ君紹介してください。僕ちょっとよく分かってないんですよ。これはコピラックっていう、コピっていうのがインドネシアかどうかでコーヒーって意味なんですよ。でコピなんですよ。はいはい。でルアクとかルアクっていうのが、はい、日本語でいうとこのイタチ、動物のイタチ、はい、はい、に当たる、まあ、これなんですけど、イタチの絵ですよね。でこれはイタチがこのコーヒーの実を食べて、はい、種がその体の中で消化とかされないので、そのままこう、まあ、糞として出てくるんですよ。消化されずに出てきたコーヒー豆をきれいに洗って、はい、でそれをこう焙煎してコーヒーにしたものっていうのはコピーラーっていう。じゃあ一回糞にしたもの、糞を。そうです。だからコピーラーって要はイタチの糞のコーヒーっていう名前です。はあ、それで1杯3000なんですよ。これ1杯3000、でもこれ安い方で、はい、大体相場だと、まあ、7、8000円から数万円とかしたりとか。マジっすか。それが3000円で飲めるとお値打ち感がある。これちょっと頼んでみます。頼んでみましょう。到着しました。来ました。普通ですよ。パッと見はね、普通ですよ。そんなにこう何か特別変わった感じではないんですけど、はい、ただ飲んでみたら色も匂いも普通、今そんなにこう大きく全然違うみたいな、うん、ないですよね。なんか要はその匂いとかも別にするわけもないですし。ああですね。まさかこれがイタチのね、お腹から出てきてるコーヒーとは思えない。ただ飲んでみたらちょっと違いはもしかしたら違うかもしれない。違いの分かる相馬さんなら。そうですか。じゃあいいですか、最初にいただいて。3000円、1杯3000円、いただきます。どうでしょう。酸味が強いですよね。迷う味なんですか。僕も飲んだことないんですよ。はい。これなんて言ったらいいの。酸味強いんですよ。味の変化がすごい伴うんですけど、美味しいか美味しくないかで言ったら、これはちょっとレベル高いですね。これどうなんですか。これあれですよね、俗に言うキリマンジェロとか。それよりもっと酸味強いですけどね。もっと酸味強い。だからキリマンジェロでもっと酸味が欲しいとか、ああいった系統が好きっていう人だったらこの手のコーヒーはすごく好きなんじゃないかな。そっか、酸味強いのが好きだっていう人もいますもんね。結構すごいチンコーヒーで、珍しいコーヒーで、はい、貴重性も高いんですけど、はい、飲む人も選んじゃう。あ、すごいですねこれ。いや、なんか確かに美味しい美味しくないは置いといて、味わったことない香りが口の中に広がるっていうのと、あとなんか変化しませんか。めちゃめちゃ変化しますね。変化しますよね。酸味もなんかすぐ舌について酸っぱい浅みがあるっていうんじゃなくて、口の中で後でなんか酸味を感じるみたいな、じわっと広がる。さすがやっぱり3000円の王族のコーヒー。すごいですね。向こうでは本当に王族とかが飲む。いやーでしょうね。まあでも動画見た人は味わってみたいでしょうね。どんな味するんだろうって興味は絶対湧いてると思います。で割とこうネット調べてても、やっぱこの酸味系が好きな人はこのコーヒーは美味しい好きって人が結構多いので。ああ、やっぱそうなんですね。そうですね。なのでそういう方はぜひぜひっていう感じです。ああ、すごい。何なんですかその雰囲気。美味しかったですね。これも美味しかった。まあ味わったことないお店さんはここに載せてますんで、はい、こちらでまあお値打ち感ある、大体7、8000円なんで相場で出てるのが、まあ、3000円で飲めるんだったら大体半年以下でも、はい、いいかなって思います。ぜひぜひ飲んでみてください。はい、飲んでみてください。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。